えー、40代の夫は子供の頃に野球を本格的にやっていて、当時はバットや素手で殴られたり、バスを飛ばされたりするのが当たり前で、それを現代の令和の子育てにそのまま当てはめます。以前は暴力を振り、何とかお願いして最近は手を挙げなくなりましたが、子供たちも悪いところばかり指摘し、長期間にわたり説教します。子供たちの設計がガタ落ち、自己肯定感もだだ下がり、目に見えて表情が暗く、すぐに部屋にこもるようになってしまいました。子供たちの将来が心配です。えっと、大谷翔平さんの話をしてみてください。あの、結局その、あのー、 古い考え方で子供たちのやりたいことを止めるのではなく、やりたいようにやればって伸ばした方が、結果としてメジャーリーグに行って、そのピッチャーもやるし、バッターもやるし、二刀流で世界中でその MVP、そのま、世界のトップレベルが集まれる、そのメジャーリーグで MVP を取れるような選手になっちゃったんですよね。 なのであのその、強くストレスを与えて、そのなんか罵倒したりとか、ダメな部分を指摘するっていう昭和のやり方っていうのだと、結局、メジャーリーリグままでで行っってて成功した人ってあんんりいないなすよで。むしろ、例えば野茂さんみたいなトルネード投法みたいな、あの普通だったらその投げ方って良くないから、あの訂正されるよねみたいな投げ方をしてる人ぐらいが、まあ、枠にはまらないでメジャーリーグ行きましたとか、そのイチローさんとかもやっぱり打ち方特殊なんですよね。 振り子打法みたいな他の人がややらななないようなやり方をしててなので、あの、自由にやってる人の方が、実は成果を出すよねっていうのも、割とその野球の世界では、で、最近、あの、佐々木さんが、あの、牧原に続く完全試合みたいなのもあったりするので、なので、あの、もし野球が本当に好きだったら、ちゃんと成功してる人を見ろよって話をした方がいいんじゃないかなと思います。